黒沢元春は日本の自動車評論家であり、元レーシングドライバー。茨城県日立市にて日立に勤める技術者の息子として生まれる。1960年代から1970年代にかけて自動車競技で活躍した後、評論家に転向した。元さんのニックネームでも知られる。2012年からスーパー GT に関わり、 レオンレーシングの監督も歴任した。年齢が2020年8月で80歳となった。現在においても、ビデオマガジンなどでは高度な運転技術を披露する。ホンダ系チームで二輪ライダーとして活動。1962年に鈴鹿サーキットで初開催された第1回全日本選手権ロードレースの 50cc クラスで優勝するなどの実績がある。 1965年、日産自動車と契約することによって四輪競技に転身、大森ワークスに所属した。その際、2年間ほどは、大森ワークスのリーダーだった、鈴木誠一のチーム上北ライダースへ所属し、二輪元クロス、などの二輪競技にも並行して出場した。1968年、日産の上位チームである、追浜ワークスの所属へと昇格した。 1969年の日本グランプリに、日産、R382 で出場し、優勝、高橋国光と、北のもとともに、追浜ワークスサンバガラスなどと称され、日本を代表する、レーシングドライバーとなった。その後は、日産ワークスドライバーとして、スカイライン GT-R などで活躍した。1973年、日産追浜ワークスから、離脱。 プライベートチームであるヒーローズレーシングに所属した。全日本 F2000 選手権でチャンピオンになったほか、富士グランチャンピオンレースで連続ポールポジション、日本グランプリで優勝するなどの活躍をした。1974年、自らのチームである黒沢エンタープライズを設立、チームオーナー兼ドライバーとしてレースに出場した。同年6月2日、 富士グランチャンピオンレースの2ヒート目で大事故が発生。黒沢は事故の発端である接触事故を引き起こしたとして批判を受けた。これを受けた黒沢は競技ライセンスを返上し、一時は現役を去った。刑事事件としても捜査対象になり、業務上過失致死,死傷の疑いで書類送検されたが後に不起訴となった。なおの事故で書類送検されたのは、 黒沢一人だけである。日本自動車連盟は同年10月に開かれたスポーツ委員会において5年間の資格停止処分を発表したが中央審議委員会において再度審議がなされて出場停止期間が1年2ヶ月に短縮された。当時、日本における自動車競技が短期間に未成熟なまま巨大なビジネスに急成長し、レースの内容や勝敗は 関係各位が享受する有形無形の利潤の増減に直結した。結果、一部ではチーム間、ドライバー間のライバル意識が敵対意識にまで加熱している状況が浮き彫りになっていた。加えて、運営者や管理者をも含む関係各位の安全意識の欠如や当事者意識の低さが競技中の事故が多発する状況をもたらしていたと見られる。なお、 黒沢に対する一年二ヶ月の競技ライセンス停止処分については、審議に要した約一年間も停止期間に含まれるため、処分確定から約二ヶ月で競技ライセンス停止処分は解除された。出場停止期間明けの1975年にレースに復帰したが、かつてほどの強さを示すことはできず、レースの第一戦からは退き、以後はレース活動と、 並行して従事したブリジストンの市販スポーツタイヤの開発テスターへと活動の中心を移した。現役引退後に友人である作家、五木博之の勧めで自動車評論家活動も始める。おおむね評価は辛口であるが、ホンダに対しては絶望が甘いことが指摘されてきた。しかし、平成末期におけるベストモータリングの企画では、 ホンダの二代目 NSX を、車が重い、サスペンションの作り方が間違ってる、荷重変動もロールも大きすぎる、シャーシデザイナーが良いのがいないと歯に衣着せぬ痛烈な批判を行った。1990年の発表以来から、ホンダ NSX を乗り継ぎ、NSX タイプ R も所有している。またポルシェカレラ GT。 メルセデス・ベンツ・ C ・ L ・ S ・クラス、メルセデス・ベンツ・ C ・クラス・クーペ、ホンダ・レジェンド、トヨタ・ハイエース、クレマー仕様のポルシェ930ターボ、メルセデス・ベンツ・ W126、メルセデス・ベンツ・ W140、メルセデス・ベンツ・ W210 も購入している。比較的操縦が難しいと言われる、ホンダ・ NSX のオーナー向けドライビング講習会。 NSX オーナーズミーティングの特別講師を1991年の開設以来担当し続けている。実施である黒沢拓也、黒沢春樹、黒沢翼はいずれもレーシングドライバーである。しかしながら黒沢自身、息子たちに自動車競技を進めたことは特になかったとのこと。黒沢が自社を意図的に 複数回にわたり北の社に接触させたという証言や意見がある。なお黒沢は意図的な接触を否定している。レーサーの死、炎上など。ABCDFGHIJKLMNOPQRGP e 企画センター74年富士 GC 第二戦の惨事とその教訓サーキットの夢と栄光日本の自動車レース史グランプリ出版。 1989年、169から175ページ。レーサーの詩、ハット ABC、2012年2月26日標的に、された、早すぎる男からそれからのドス黒いドラマに、マサオカサダオベストモータリングを作った男の、ブログズレズレなるままに、車一台第2021年6月24日、閲覧のウェブアーカイブ。事故の際、黒沢は、 接触するまで、北野社の存在に気づかなかったと証言している。レーサーの死、レーサーの死、二抹茶2004年、炎上、1974年富士、史上最大のレース事故文芸春秋社2012年、レーシングオンボリューム447三泳処房2010年、レーサーの死。炎上、レーシングオン、炎上、レーシングオン、オートスポーツ。 レーサーのシハット鈴鹿アタック NSX 元春、黒沢 YouTube、ハットベストモータリングレーシングヒストリーボリューム1、AB ベストモータリングビデオスペシャルボリューム17、黒沢元春のドラテクト訓ク場パートに、恐怖を背中に貼り付けて走った。スバルインプレッサ22バイト、エスティバージョンに試乗した際に、ユーザーをバカにした、単なるオタク者。 きちんと車を作ってほしいと述べ、マツダ RX-7 のタイプ RZ、初期に試乗した際は、タイヤがプアになって、ボディやサスペンションの荒が目立たなくなっただけ。そんなにタイヤを軽量化したいなら、タイヤを細くすればよい。タイヤの重要性を理解していないと述べている。また、ターボや四輪駆動、ロータリーエンジンは好まないと、同ビデオで何度も発言している。 ありがとうございます。